月刊オリアツ声出な月刊オリアツ氏11月号はい、というわけでトレジャーガーデンのオリアツ氏です。おはようございます。ただいま朝の7時でございます。声も出ておりません。頑張ります。今日はですね、この私の愛車ジムニーをちょっと紹介しようかなと思うんですけど、結構ねこの車評判いいんですよ。かっこいいって言っていただけることが多くて、このね月刊オリアツ氏も始めた時からいずれ紹介したいなと思ってたんですけど、今日はやっと紹介できますので、皆さんに私の愛車ご覧いただきたいと思います。それではスタート。はい、ではね早速紹介しましょう。この車は平成6年式で1994年の車なので、まあ約どんぐらいだ40年前の車です。で、自分が購入したのが2014年で、まあ約もうすぐ10年、経ちますね。まあでも40年前だけど全然今でも通じません。結構自分はかっこいいなと思ってるんですけど、ちょっとぐるっと見てみましょうか、ね、ここに、ジムニーと、ロゴがついておりますけど、こういうあのシルバーのこういうのも全部カスタムのパーツですね。でタイヤはね、昔なんかオフロードっぽいタイヤがもともとついてたんですけど、それがうるさすぎたので、今純正に戻してます。そしたら乗り心地もあの振動音もすごい軽減されてね、めっちゃ走りやすくなりました。燃費も上がりましたね。であとね、ちょっと錆びてますけど、ちょっとシャックルであの車高は少し上がってますね。これでね、後ろがこんな感じでじゃーん、トレジャーガーデンのステッカーを貼ってます。しかもこれマグネット式で取れますが取れませんなんで取れないの。あ、取れなくなってる。あ、え、やばえ、やばい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 、え、やばいやばいやばいえ、やばこれちょっと後で考えようあのペタペタ剥がせるようにマグネットに自分で貼り付けてここに貼ってたんですけど、なんかもうくっついてますね。もういいや、これでこのまま行こう。ちょっと後ろ開けてみましょうかね。こんな感じで結構ね、ここに物は入れやすいです。で見てください、これこの天井がね、これを動画にしたかったんですよ。これもう剥がれてきちゃってて、でこれ分かります、あの磁石で止めてるんですよ。これもうこんな感じ、ほら粉がポロポロ落ちてくる。なのでこの天井をね張り替えようかなと思ってて、もうこんな感じなんですよ。やば。でちょっとそれもねおいおいちょっと動画にしていきますよ。タバコの箱が出てきた、懐かしい。あの僕昔ケントのこれ吸ってたんですよね。もう今タバコやめちゃったんですけど、懐かしいのが出てきましたね。こんな感じで結構その荷台は広く使える感じですね。でちなみにフルフラットにはならないんですけど、後ろの座席はこのぐらいなしで使うことができます。はい、で運転席こんな感じですね。ハンドルはこれ最近変えたんですけど、またウッドハンドルに取り替えてます。ツヤっとこうね、木が綺麗に輝く、ハンドルなんですけど、これもアマゾンで2万円ぐらいだったかな。これねかっこよくていいんですけど、夏場めちゃくちゃ暑いです。ここすごい暑くなるんで、なんかもうちゃんと持てない。うん、でもかっこいいからこれでいいですねえ。で走行距離が今ね194,837キロなんで、もうすぐ20万キロ行きますね。頑張ってくれてますよ、40年前のね車なのに、本当にありがたい。でこの車オートマなんですけど、これはですねあのパートタイム 4WD なんで、タイヤについてるつまみを回して、でこれをあのちょっとこう動かすと四駆に入るんですよ。なんであの坂道とか雪道とかなんか四駆で動かしたい時はそれができるんですけど、あんまり使わないですね。じゃーん、新型ジムニーのガチャガチャを取ったんで、ここにちょうど2台入ったんで、ここに置いてます。
青と白。新型ジムニー欲しいですね。かっこいいですよね。まあ、いずれ落ち着いたら買いたいなとか思ってますが、これすごいのね。トランクこうやって開くんですよね。かわいい。こんな感じで置いてたり、あとこれも、これはもらったやつですね。このジムニーのキーチェーンの先っぽ。かわいい。あとそういえばここ、これも自分で直したんですけど、このロックの、これ、もともと純正のこういうのだったんですけど、折れちゃって、で、自分で取り替えちゃいました。こういうパーツに。で、まさにこの今乗ってる車と同じ形の、ドアロック。これもかわいい。で、あとね、ここ。ここにこうバーみたいのがついてて、で、もともとこれないんですけど、これ自分で、つけました。なのでここに物がちょっと置けるんで、ね、よく友達とか乗ったりするとここにこう携帯を置いたりとかして、もらってます。これ便利ですね。これこのオーディオも変えましたけど、ここで携帯充電できるし、あとねサブーハーもつけましたね。サブーハーつけたんで結構低音もしっかりなる感じになってて、これがなんか調整のリモコンとかもついてます。クラリオンのやつですね。であとね、ドリンクホルダーないんですよこの車で。これが純正っぽいんですけど、これ後付けですね。こうカコッとはめるタイプのこの収納ボックス、こういうのも買って付けました。あとねここね、なんかちょうどいいスペースがあって、ここティッシュがポンって入るんで、ここにねティッシュ入れてますね。とまあね、こんな感じの車なんですけど、もしかしたらねこの車種もしかしたらねこの車種、欲しいなって考えてる方もいらっしゃるかもしれないので、ちょっと僕的に思うこの車のいいとこ、気になるとこをちょっと、お話ししたいなと思うんですけど、まあ、まずいいのはやっぱかっこいいで、かわいいで、おしゃれ。これはもうやっぱもう見た目、自分この車選んだのも見た目なんで、そう、自分今まで乗ってきた車がファミリアのステーションワゴンとレガシーとオデッセイだったんですよ。それまで。その後にバイク生活が始まって、やっぱり車あった方が便利だなってことで、でもバイクあるから軽自動車でいいなと思って、でも軽で欲しい車なかったんですよ。でその時にパッと思い浮かんだのがやっぱこのジムニーで、このジムニーのこの四角い感じいいなと思って、バイクと車の2台体制でねずっと生活してたんですけど、古いけどおしゃれ、この感じがまずいいなっていうのと、あともちろんねやっぱ小回り効きますよね。物もね積みやすいし、あとちょっとね目線が少し高くなるんですよ、この運転席の。運転もしやすいですよね。で燃費はだいたい10キロぐらい、リッター10キロぐらいなんで、まあまあかな。まあ今の軽に比べたらもちろんあれですけど、まあこの当時の車で言ったらまあまあじゃないですかね。あとタフ、やっぱ丈夫、そこもねいいとこですよね。で気になるところ、こっちの方が多いかもしれない気になるところはまず狭い狭い。ちょっとやっぱ自分身長180ぐらいあるんで、ちょっとやっぱね運転席のここのね距離感狭いな。あとここに例えばなんかお弁当とか買ってもここに置けないんですよ。足めっちゃ逆光、膝に足の上にこうやって置けないんで、ちょっと自分でこう下がる、こうやって下がってこうやって食べるとかだからちょっと狭い。あと窓がこれなんで、このタイプなんですよ。ねえ、やっぱこの、ね、料金所とかそういう時にもちょっとね、こう、この窓、エンヤコラウィンドちょっとね、大変な時あるかな。特に反対側とかね、両側開けちゃったりすると、ちょっとそれ大変かなっていうのもある。さっきこの天井の話もしましたけど、結構もうボロが出てきてて、このなんかもう窓の、運転席のこういうとことかももう、こうね、剥がれてきちゃってるし、あともう、ここの収納のここ、こことかもパカパカして、もう取れるんで、これ。壊れちゃってんすよね。あとね、一応この後ろのシートがあるんですけど、この後ろのシートに人は乗れないっていう。ちょっと狭すぎですよね、これね、さすがに。足置けないと思う。車検証とか見ても、4人乗りみたいな感じなんですよ。いつだか、ゆういちさんと、あとピアノの陽子先生を乗せて3人で移動するときがあって、
その時はもう、陽子先生隣で、ゆうちさんはこのトランクのここに ここに座っていただきましたね。腰が痛くなったと言ってましたけど。ちなみになんかここには、昔懐かしい灰皿がついてます。で、あとは、ミラーのここにあるランプ、この車もともとないんですよ。なんでこれ実は昔 IKEA で売ってた、このマグネット式の照明なんですけど、これ。これを自分、ここの、金属部分にこう磁石でくっつけて。これ超便利。買ってめちゃくちゃ良かった。2個。なんで、まあ、暗い時はこうやってパパってつけれるし、なんならこうやって外して懐中電灯代わりにもなるっていう、超便利アイテムです。もう売ってないかもしれない。昔売ってたやつですね。IKEA で。で、あとね、ハザードの位置。ハザードがここなんですよ、この車。これ。なんでここにしたんだろうっていうね。で、あとね、気になるところまだあります、これ。塗装がね、剥げてきてるんですよ。わかるかな？ちょっとこう、色合いが違うのわかりますかね？で、これもっと最初ひどかったんですよ、真っ白で。もうボロボロになってて、爪で剥ぐと取れちゃうみたいな感じだったんだけど、一回実家に帰った時に、うちの父親に、黒スプレーで塗られまして、で、何すんねんって思ったんですけど、でも意外とそれで気にならなくなったんで、あ、なんかちょっと良かったと思ったり。で、実際もうね、ボロボロしてきちゃったんで、全面塗装を自分考えてたんですよ。で、この黒ジムニーを、茶色のジムニーにしようかなってちょっと一瞬考えてた時期があったんですけど、それもしなくても良さそう。まあ、もっと本当はね、綺麗にしたいけどね。このワイパーもここ錆びてる。まあ、これは塗ればいいんですけど、ワイパーが動かすと、ガッと下までね、ここまで来ちゃうんですよ。ここまで来ちゃうの。で、そのうち戻るんですけど、雨の時にワイパーかけると、ガッとこう下まで来ちゃうんで、そこもね、ちょっと困ってますね。で、あとね、ミラーもね、これは、まあ、手動でこう、することはできるんで、まあ、ちょっとこうね、位置変わっちゃいますけど、まあ、一応動かせる。けど、これも電動だったらよかったなってやっぱ思いますよね。はい。と、まあね、気になるところ、いろいろ、お伝えしましたが、でも、総じて、僕はこの車が好きなんですよ。まだ全然走りますから、全然壊れるまで乗っていきたいつもりではあります。で、最近ね、こう、ちょこちょこ車のことまた気にかけて、手入れをするようになったんですけど、なんかやっぱり車も、ものだけど、なんか感情があるような気がするっていうか、この間のエンゼルフィッシュじゃないけど、なんか気持ちがあるような感じがするんですよね。だから、なんか手入れをしなかったり、あんまり愛情をかけてないと、拗ねるっていうか、なんかそういう感覚わかりません？車が拗ねてる感じ。そういうのをね、やっぱ感じるから、愛情を持ってね、なんかこの車長く乗っていきたいなっていうのはありますね。はい、ってな感じで、ジムニーのご紹介でした。今月号はここまでで、来月号ではですね、ちょっとボロボロだった天井を張り替えたいなと思ってます。で、その天井を張り替えるためのいいものをですね、北郎さんにいただきましたので、北郎さん見てる北郎さんにいただいたものをちょっと使いまして、ちょっと天井のリニューアルをねしたいなと思っておりますので、来月号もお楽しみにしていてください。というわけで、トレジャーガーデンの折井敦でした。このコーナーは、折井敦が好きなことを自由にお届けするコーナーでございます。また見たいなという方はぜひチャンネル登録お願いします。それではまた来月号お楽しみに。